それでは鈴木スウィッシュなんですが、125の原付ということで、普段使いはどうかというところでですね、いろんなその、機能なり装備なり、こちらを、今から見ていこうかなと思います。まずですね、やっぱりライナーから見て、ハンドル周り、手元周り、この辺りはですね、普段日常使いでどうかというところで、本当にこのメーター周りなんかはね、普通ですよ普通の中でじゃあ取り立てて何を言うかといえば、まずミラーですね。私ミラーこ のしっかりとした大きなミラーなんですが、五角形なんですけれども、非常にワイドに見えるというところで、あとはステイが意外と短いので、手のすぐ横に、あります。ですので、その幅もですね、そんなに張り出してもないので、目線をスッと落とせばしっかり後ろが見えるというような、そういった位置になっています。それからですね、スクーターではよくあるかもしれないんですけれども、スイッチボックスではなくて、このメーター周りに一体化されているこのスイッチ周りということで、右側が最近増えてきました、このハザードスイッチがあります。それからこれはスターターのボタンで、左側はライトなんですが、パッシングもついています。ハイとロー、それから親指をスッと伸ばせばここにウインカーのスイッチ、そして一番下はホーンということで、やっぱり一番使い勝手が必要なのはウインカーですよね。ウインカーは一番使いやすいところについております。そしてメーター周りなんですが、今スイッチを入れてみます。ピロピロピロっとね、つくのはなかなかかっこいいんですが、スピードメーターが一番大きな数字でなっています。その下には時計、それから右側がオドメーター、左側がガスのインジケーターなんですけれども、特筆すべきはですね、この一番上にですね、なんとタコメーターついてるんですよね。ですから、タコメーター、スクーターであんまりいらないよと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ついてればついてたで、エコライドの助けにはなるかなというふうに思います。そして、この足元ですね、この足元のこの装備がやっぱりスウィッシュならでは、もう本当にライダーには嬉しい装備満載ということで、まずこのイグニッションキーは刺さなければいけませんが、防犯のためにですね、このキーの裏側で、シャッターを閉じることができますできます。いつも下手くそなんだな。あ、できました。この後ろ側でね、こうやってシャッターを開けたり閉じたりできます。イグニッションを左に回すとシートがカチッと開きます。で、押せば閉まるということで、それからこのイグニッションキーのところがですね、同時に今度は右に回すと給油口が開くんですが、給油口がなんとここにあるんですよね。これは嬉しい。で、よくあるパターンが、例えば給油口がシートの、中にあったりして、そうするとシートの上に荷物積んだ時に荷物全部落として、給油しなきゃいけないとか、あとは足元にあるパターンとかもあるんですが、これも意外と足元に、荷物をスクーターの場合は積んだりしますので、また荷物出さなきゃとか、あとちょっとこう潜ってなんか見えないよとかあるんですけれども、このスイッシュなど左側のここにあるんで非常に便利です。しかもひねれば開くというね、ワンタッチで開くという、なかなかこれいいと思いますね。蓋の S マーク入ってる感じもちょっと私は好きです。何気ないデザインがね、なんかちょっとかっこいいですね。ネジじゃないんですね。ネジじゃないけど、なんかかっこよくしてありますね。はい。そしてこの興味、これは嬉しい。これは何でしょうか。パワー5ボルト1アンペアということで、ここ開けますと、なんと USB がついております。なので、スマホを、充電したかったり、それからそうですね、この頃は小さいナビ使う方とか、そういう方はここから引っ張って充電ができるということ、これは嬉しいですね。結構使いやすいですし、なんだかしっかりとしたこの、防水のキャップがついてたりして、
なんかこれね、ちょっとこの大きさも逆に可愛いなって思いますね。はい。そしてあとはですね、まあこのよくあるフックなんですけど、ここでね、私も実は自分の持ってるスクーターですね、こういうのついてるんですけど、なんか構造がやわで結局使えないとかってあるんですよ。さすがね、こういうの一丁一式の長、ま、すっごいしっかりしてる大きなフックがついています。そしていらないときはこうしまえるところですね。でどういう感じに使えるかということで、はい、ではちょっとね、ちょっと大きめのカバンとかを、まあ、使うとするじゃないですか。でここから乗るとすると、普通のスクーターですと多分足がもう乗せれないからこんなかっこ悪い乗り方になるかもしれませんが、スイッシュ結構足元広いので、例えばこういう感じですかね。荷物があったとしてもだいぶこの足元が広いのでしっかり乗せてられるという、もうこれもだいぶ使いやすいと思います。それから、今、現物はないんですけれども、シートの前にこうですね、確かね鈴木が一番最初からやってたかなと思うんですが、 U 字ロック、専用の U 字ロックをですねここにつけておくことができますので、防犯のためにね、一つ純正のものを用意するっていうのも一つの手かなと思います。そしてですね、これシート下フルフェイス1個入るんですが、これ125なんでね、タンデムのライダーのヘルメットどうすんだっていう時、なんとこのスイッシュ、ここにですね、まあ地味なパーツなんですけれども、ちゃんとヘルメットホルダー2個あります。なので、ここでね外側に引っ掛けて、シートを締めれば、まあ、ロックになるという2つね、なので全部3つしまえるまあ3つ使うことはないですけれども、そういう風な機構になっています。はい。そして、このスウィッシュ、グローブボックスという形ではないのですが、前に小物入れがついています。でもうさっと、ね、出し入れできるというところで、ペットボトルぐらいのものならススッと2本ぐらいは入るという、結構意外とだからここ大きいし深いんですよね。でも普段はなんかウエストとか突っ込むとかね、そんな感じで使えるかなと思うんですけれども、このスイッシュなんですけれども、一番の特徴はやはり前後のタイヤの径ですよね。最近はですね、どん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 スクーターといえども台径化していて、14インチ当たり前、15インチ、あるいは16インチのタイヤも出てきたりして、なんか普通のねロードバイク、スポーツバイクみたいな感じになってるんですけれども、あえてそこをですね等インチでこう表現しているということで、で10インチなんですけれども110の90のバイアスタイヤであると。でも110ね、意外とやっぱり太いんですよね。でこの小さな径かつ 太さっていうのが、ちょうどバランスをして、しっかり感も出てますし、でもかつこのひらひら、コンパクトに曲がれるとか、そういったところを生み出しています。そして足回り、続きましてこちらの、ね、サスペンションも、ね、なかなかのものなんですけれども、この巻き線の距離が違う、こうダブルにですね、上は詰まっていて下は広がっているという、こういう、スプリングを使っていて、かつですね、これ実はイニシャルといって、このスプリングを縮めたり伸ばしたりという、3段階だけなんですが、アジャストすることができます。なので、2人乗りが多いよとか、荷物をたくさん積むよとか、ライダーが大柄だよっていう人はしっかりこのイニシャルを、バネを締める、そして軽いですよとか人乗りが多いという人は、長めにするとかっていう設定ができるということで、スクーターでなかなか、ここまでリアサスにこだわったものっていうのは最近なかったかなというふうに記憶しております。しかもですね、これ実は2本サスなんですね。なので、そのあたりもなんかこう全体的なこうしっかり感、バランス感、そういうのを、
リアサスから作ってるのかなというふうに思いました。まあ、今日ちょっと試せなかったんですが、せっかくですから、この125のサイズでタンデムもできるということで、後ろのシートどうなってるかちょっと試してみます。で、タンデムステップはこうやって閉まって、硬いかな、押す、あ今担当 M さんでしたけど、いや硬いとか言っちゃった、すごい今引っ張って出ないんですけどってやったんですけど、ちょっと指で押したら出ます。そして優しくこうしてあげると閉まれます。すごい、さすが K ナンバーワンの鈴木、 K2 にも違う、すごいですね。ということで、まあ簡単に押せば出せる、いいなこれ、こんなの初めてかもしれないですね。で、じゃあ後ろに乗るんですけど、ちょっと前に誰もいないので前から乗ります。よいしょ、座面結構広い感じがします。見た目以上になんか広いかも、広く、そん言うほど広くはないんですが、そうですね、クッションが効いてるのもありますし、あと前方がちょっと広がっているのでしっかりしてます。それからステップなんですが、これやっぱりよくあるのはタンデムステップが単にこうフロアに溝がありますよっていうパターンあるんですけど、これちゃんと横に張り出してるステップなんでしっかり踏ん張れます。で、掴むとこはどうするかというと、これはシートベルトないので、ですが標準装備でこのパイプのですね、リアのこのキャリアがありますから、これどこでも掴めますね。で、手を伸ばしたあたりにパイプがあるのでしっかり掴むことができます。なん多分タンデムライドもだいぶ楽なんじゃないですかね。はい、すごいなこれ、これいいですね。